信ずる仲間と共に選び歩んだ道、それはここ潮の女神教の本殿、聖ハイサンド教皇宮へとつながっていた。新たな時代を切り開く覚悟を持った者として、そしてノゼリアに住まう全ての民にとっての幸福を求める者として、セレノアは自らの信ずる正義と信念とを胸に、今最後の一歩を踏み出す。衛兵がいない。セレノア様、この機に強行を。これはどうした、セレノア。代わりとしておいたのか。つまり教皇はすでに逃げ去った後。いや、これまで水の向こうの教皇の姿を見た者はいなかった。ひょっとしてこれが。控えよ、教皇の御前で無礼であろう。この人形が教皇だと。その通りです。この事実をよそ者に教えるのは初めてのこと。光栄に思うがよ。ふざけるな。代わりはいくらでもいる。ミスの向こうにはずっと人形が置かれていたのか。私たちが教皇の言葉だと思っていたものは。全てそれを伝える者が下していた命令だった。つまりハイサンドを操っていたのはあなただったのか。必要なことだったのです。こうしなければハイサンドはとうの昔に瓦解していた。始まりは30年前、煙鉄大戦の最中、全教皇は病に倒れた。戦争の最中だというのに、七聖人は民を巻き込んで教皇の座を争い、国は大混乱に陥った。私は理解した。七聖人も所詮欲にまみれた人間。同じ人間では人を正しく導くことなどできぬと。だが人以外に人を導ける者がいるはずもない。いや、潮の女神がおられる。女神は永遠にして絶対です。ならばハイサンドの頂点に立つ教皇も女神と同じくあればよい。私は永遠の命を持つ教皇を作り、それと共にこの国を導くことにしました。命を作る、そんなことができるのですよ。
天才ライラ・ビザークラフトの生命の研究によってね。魔力結晶エルフリックで動く不老不死の人形女神にも等しい絶対的な存在だ。それが事実なら教皇を操っていたのは貴様だ。民を欺いていただけではないか。何が問題なのですか。私には他の七星人たちのような指針はない。その証拠に今の教皇となって以来ハイサンドは長く安定し国も民も豊かになった。女神への信仰も深まり民は平等で幸福な暮らしを謳歌していたのです。貴様たちが乱すまでは。より多くのものを幸福にしたいという思いは否定しない。異性者なら誰もがそう願うはずだ。しかし偽りをもって導くなど言語道断、民への裏切りに過ぎない。真実を覆い隠せば正しい判断ができなくなる。それは無数に存在する可能性の道を塞ぐことです。女神、いや、あなたが願う道だけが正解ではないのだ。ハイサンドはずっと人々を欺いてきました。ローゼル族を犠牲にし、自国の民を偽る。それが女神の教えだというなら、潮の女神こそが紛れもない悪です。くだらぬ理想論だ。そんな考えでは誰も救えない。人は愚かだ。賢者が道を示し加護を与えねばならん。考えることは面倒なのだ。決断することは恐怖なのだ。真実は不満を生み、自由は欲望を育む。意志は迷いの源となり、正義感は争いを招く。それらを取り去ることこそがこの世に幸福と安寧をもたらす唯一の道なのだ。なぜわからない。民は絶対者に支配されることを望んでいるのだと。勝手に決めるな。確かに人は間違いを犯す。正しき道を歪んだ心が隠してしまう時もある。それを愚かと言うなら言えばよい。だが我々は過ちを糧に学ぶことができる。新しい道を共に歩む仲間を見つけることができる。それを否定することはただ人々から成長の可能性を奪っているだけだ。新しい道も成長も必要ない。すでに絶対的に正しい私の導きがあるのだから。そんな導きなどお前の死と共に崩れ去る。操り人形が永遠でも何の意味もない。いや、我が導きは永遠だ。ついに完璧なエルフリックができた。それを体に取り込んだ私は教皇や女神と同じ永遠の命を得たのだ。エルフリックの研究は人間を不老不死にするためのものだったと。永遠の命で永遠に民を支配するというのか。一体民を何だと思っている。我が民は愛すべき子供だ。愚かで哀れで、それゆえに愛おしい。嘘だ。
お前は民を恐れている。偽りを暴かれ否定されることを、自分が絶対者でないと気づかれることを恐れているからこそ支配しようとするのだ。お前はただの臆病者だ。以上出る身だ。絶対者は何者も恐れはせぬ。取り消せ。断る。本当に絶対者だというなら我らの信念を打ち砕いてみろ。いいだろう。真なる女神の力を思い知るがいい。信念は偽りの命などに負けはしない。そうだ、ウォルホートの旗に集いし者たちよ、今こそこの偽りの支配を終わらせる時だ。我に続いて井戸を撃て。デルミラ、ここに集う我が仲間たちと共に貴様を撃つ。スルノアゴルフォート、貴様が撃たれ信仰は所詮欲の一つですね。ここにいたのは何人も殺した。地蔵面のその手で何を示す。等しく女神の元に送ってくれよ。参ります。どこへ飛びましょうか。距離なら手加減なしです。負けられない。情けは禁物です。守りを固めましょう。女神の代弁者が物言わぬ置物とは。これから参る。
私ですね。負けられない。行きますか。回復します。ありがてえ。俺が相手だ。どけ。終わらせましょう。この戦いに勝てば女神卿はまやかしと誰もが気づくでしょう。汚されたローゼル族の名誉、私が取り戻してみせます。私の魔法で。こちらの番です。魂の者は私に続くのだ。いや、無駄です。いただきます。はい、効果的ですね。よっしゃ。倒れるわけには。これなら。どこへ飛びましょうか。せい、もらった。父上ならどうする。はあ、手を打たねば。戦況を変えましょう。見切りました。追い詰められるとは。油断はできん。聖剣の威力、邪魔する者は別に私が立つのだ。私ですね。てりゃ、もらった。あいつ。行きますか。回復します。感謝です。多くの才能と英知を指針のために使うなんて、あなたの傲慢でどれだけの人が傷ついたか。何でも言うがいい。才能も英知も賢者が導かねば無益なまま。もはや何を言っても無駄ね。ならばここでそのおごりごと打ち砕くだけよ。行きます。焼き尽くします。仕事の時間です。片付けます。気合い。黙らせる。かかってこい。よっしゃ。邪魔する者は聖剣なら私が立つのだ。マクスウェル、マイル。
キャトラーゼ。こうなるとは。戦況を変えましょう。まだいけます。視界を奪えば。このままでは。はあ。手応えあり。仕事の時間です。いただきます。捕まえ。マイル。ラッキー。一撃。全力を尽くします。いけるか。おっと。おっと。このままでは。炎よ。回復はお任せを。皆さんのために。いただきました。いや。さらば者、ハリさんでも敵を消せ。そこまでは。油断した。腕が鳴るぜ。押し切れそうです。肩を押し切れそうです。手を打たねば。準備は抜かりなく。私のできることを。これで傷反射です。倒れるわけには。キャトラー！聞いたでしょ？邪魔する者は決心。そこは、私が勝つのだ。仕留めます。ウォルホートの名にかけて。今こそ全力を尽くします。勝たせていただきます。まだ立てますが、焼き尽くします。相手になってやる。楽にしてやる。参ります。押し切れそうです。効果的です。倒れるわけには。回復はお任せを。皆さんのために。これで戦えます。最善の手は。手加減なしです。
狙い通りです、ね、仕留めます。しかし奪えば負けられない。はあ私です。お使いください。争いを収めるために焼き尽くします。お任せを。最善の手。準備は抜かりなく。行きますか。大丈夫、私がついています。聞いてもらう。倒れるわけには。狙い通りですね。行きます。ウォルホートの名にかけて。私です。いけるか。倒れるわけには。まだ立てますが、これなら勝てます。見てもらう。やったな。仕事の時間です。片付けます。もう一撃。お渡しします。感謝します。行きますか。これで傷を。ありがとう。どう攻めるか。焦りは禁物かね。人がいる限り欲は尽きぬ。貴様の憂いた争いも再び起きるだ。そうだ、だから私は君法を作った。賢者が民を支配せねば争いは生まれ続けるぞ。貴様のそのおごりが気に食わん。民はお前の下僕ではない。移動デルミロ。行きます。楽にはさせない。負けられない。やった。私です。やらせ。手応えある。さらば死ぬぞ。聞いてもらう。まだ立てますが、私の魔法で終わらせましょう。これで戦えます。耐えられる。厳しいです。今こそ。行けます。
ず。やったな。私のできることを。大丈夫、私がついています。どう攻めるか。ほっ、合わせます。どこから攻めるか。私ですね。負けられない。ご命令を。戦略勝ちです。はっ、業績に従ったまでです。終わらせましょう。さらば死ぬアリさんの目的を消せ。私の活動はどこへ飛びましょうか。背を勝て、フリューゲー。回復はお任せを。回復します。これで戦えます。仕事の時間です。耐えられる。ウォルホートの名にかけて。はあ、手応えあり。勝利への糸口は。油断しましたね。邪魔する者は全身私が勝つのだ。まだ、なんとか使います。行きます。焼き尽くします。ご命令を。片付けます。いただきます。まだ行けます。回復はお任せを。これが私の役目です。このままでは。手応えあり。どう攻めるか。息をつかぬか。悪くないですね。私です。よし、行きます。無駄です。甘い。参ります。負けられない。やった。勝利への糸口は。息をつかねば。私のできることを。大丈夫、私がついています。終
終わらせましょう。いや、全力を尽くします。頼みましたよ。行きます。私の魔法で意地を見せねば。楽にはさせない。こんなところで聞いてもらう。無理しない。仕事の時間です。貴様を倒せばいつ。はん、効果的ですね。押し切れそうです。最善の手を。油断はなさらず。参ります。効果的ですね。はっ、押し切れそうです。回復はお任せを。傷を癒す。ありがとうございます。全力を尽くします。慢心しきったあなたの言葉は心に響かない。私はセレノア様の描く未来を見てみたいのだ。無縁が賢者の言葉を表する。ただ黙ってしたな。フェア貴様らば私が勝てるわ。争いを収めるためにイド、ローゼル族は解放され、七星人も姿を消した。あなたの作ったハイサンドはここで終わりです。終わらないよ。私の統合は愉快。ハイサンドの歴史が終わることはない。はっ、口だらけです。効果的ですね。見せねば。我々は何度も岐路に立たされてきた。時に思い通りにはいかないことだってあった。だが望む未来だけは受け入れられん。一人の人間だ。偏差値が思い上がるな。黙ってさらずの時を待てばよいのだ。泣くにはさせない。なんだ。押し切れそうです。効果的ですね。苦しみは不気味。私の命は不滅だ。私は死なない。見切りました。頼みます。読み違えました。行きますか。大丈夫、私がついています。仕事にかかります。よし。争いを収めるために炎よ。そろそろ回復を。まだいける。狙い通りです。気合い。
ぜだ。私は確かに縁の命を。セレノアオルだが後悔するぞ。女神の支配が終われば人々は我欲で動き出す。貴様が幸福にしようとした民どもは身勝手に貴様を非難し攻め始めるだろう。分かっている。それは人を導く者の宿命だ。それでも私は人を信じる。彼らと共に少しでも良い明日を目指して歩き続けよう。かつては私もそんな理想を信じていた。民を救ってほしいと女神に祈り続けた。だがいくら祈っても女神は助けてはくれず、民は愚かなままだった。私は気づいた。女神などいない。自らの手で民を救わねばならないのだと。イド、もう一度人を信じてみないか。まさか私を許すという。もちろん罪は償ってもらう。だがその後は新しい道を選べるはずだ。甘いな。そんなことでは。何をした？教皇宮に保管していたエルフリックを起動させた。間もなくここは消え失せる。なぜだ、イド。覚えておけ。セレノア・オルフォート、皆が貴様のようにはなれぬ。人は限りなく愚かなのだ。どんなに愛しても必ず裏切られる。だとしても私は人を信じて進む。身をもって思い知るがいい。理想への道は絶望にもつながっている。闇の底で待っているぞ。まずい、崩れるぞ。早く脱出を。たとえ絶望の淵に落ちても這い上がる道を見つけてみせる。歩みを止めない限り希望はあるのだ。セレノア、早く。
ハイサンドの頂点にして栄華の象徴でもあった教皇宮は、作り物の教皇たちとそれを操っていた井戸と共に塩湖に沈んだ。岩塩の発見に端を発した大戦はここに幕を閉じた。しかし塩湖以外に存在した岩塩、ローゼル族が伝える真の歴史、三国時代の終焉、多くの常識が覆されたノゼリアは激しく動揺する。教義の偽りを暴かれた女神教は一気にその支持を失い、ハイサンドは大混乱に陥った。一方エスフロストでも、亡きグスタドルフを支持する一派がスバローグに対立の構えを見せる。だが混乱の時は長くは続かなかった。ロランとセレノアが中心となって新しいノゼリアの姿と仕組みを解いて回り、人々の不信と不安を打ち消していったからである。落ち着きを取り戻したノゼリアは、グリンブルク王ロラン主導のもと、一つの大きな世界として動き始めた。ゼル族を受け入れてくれたこと、なんとお礼を言えばいいのでしょうか。最初は困惑する人も多かったけれど、だいぶ馴染んできたようね。まずは良かった。こんな風にセレノア様もロラン様も一歩ずつ歩き続けるのだ。ええ、きっと私たちもあの方たちを支え続けなければ。久しいな、フレデリカ。グリンブルクはすっかり落ち着いたようだな。ええ、おじさま、エスフロストはいかがですか。一部のグスタドルフ支持者が強硬だったが、なんとか話し合いで解決できた。それは何よりでした。本当に良かった。これ以上エスフロストの歴史に汚点を残したくはない。息子ならきっとそう言うだろうからな。おや、お歴々がこんなところで立ち話とは。穏やかな世になったものですね。ライラ殿、遠路ようこそ。こたびのロラン王からのご指名、恐れ入ります。しかし正直悩みました。私のような者に退任を受ける資格があるのかと。もちろん、信じる者を失ったハイサンドの民が再びまとまれたのはあなたがいてくれたからです。生命の研究の公開も、おかげで病に苦しむ多くの人が救われました。ありがとう。救われたのは私の方だ。積もる話は後でじっくりしよう。まずは城へ参ろうではないか。フレデリカ、セレノア殿は？ベネディクトと一緒にモルフォート城です。
新しい岩塩鉱山の採掘見通しが立ったそうで、終わり次第お二人揃って王都に登られる予定です。相変わらず忙しそうだな。結構結構。お世話になりました。待て、私に黙ってどこへ行く気だ。私は道を踏み外しかけました。皆の意見が割れたあの時のことか。はい、もしもあの時セレノア様が今に至る道を示してくださらなかったらどうなっていたか。あれから夢に見るのです。私の進言によってノゼリアが戦火に包まれる悪夢だが、そんな結果にはならなかった。今に至れたのもお前あってのことだ。しかし私は意見を違えたロラン様を侮辱し、フレデリカ様の思いを汲もうともしなかった。進化としてあるまじき比例、そして浅ましさ。私にこれ以上未来に関わる資格はないのです。逃げるな、ベネディクト。人は誰しも間違いを犯す。だが間違えたのならやり直せばよいのだ。立ち上がる力が足りなければ周りに助けを求めればいい。私たちはずっとそうしてきたはずだ。道に迷いながら皆で助け合って今日まで歩んできた。それがお前が何よりも守りたいと願うウォルホート家ではないのか。セレノア様、これからも多くの難題が降りかかるだろう。皆で考えより良い道を探し続けなくてはならない。お前が必要なのだ。行かないでくれベネディクト。それともお前はもうウォルホート家を、私を助けてくれないのか。できません。ウォルホート家を、あなたの元を離れるなどできるはずもない。ウォルホートの旗と共にあることが私の全てなのですから。これからもよろしく頼む。はい、我が主よ。王都へ向かわねばならない時にお手間を取らせてしまいました。ロラン様のもとへ急ぎましょう。ああ、そのロラン様だが。迷われているのですね、あのことを告げるべきかどうか。お前に隠し事はできないな。黙っているべきなのは分かっている。だが私は。心のままになさいませ。今のあなたとロラン様ならきっと。ありがとう。おかげで心が決まった。おう、どうしたセレノア。任命式にはまだ時間があるが。ロラン王、あなたに話さねばならないことがあります。改まってどうした。見てください、父シモンから渡されたものです。これは王家の指輪。王家の嫡子に贈られる指輪をなぜシモン殿が。父は死の間際に言い残しました。この指輪はレグナ王から私に贈られたものだと。それはつまり。母デストラはウォルホートに嫁ぐ前に
レグナ王の子を身ごもっていたそうです。それがお前か。スレノアが俺の兄だった。まさかこんなことが。申し訳ありません。胸にしまっておくべきことだと分かっています。しかし私はどうしても、にわかには信じられないはず。まずは指輪の真贋を調べてください。必要ない。シモン殿の遺言は真実だ。え、なぜ真実だと。覚えているか、セレノア。我らが分裂しかねない危機に直面した日のことを。はい、あなたとフレデリカ、ベネディクトの意見は大きく割れました。あの時、俺は王としての責務を投げ出し、ハイサンドに下る道を選びかけた。今でもあの日の自分を恥じ、戒めとしている。だが、お前は違った。諦めず考え抜き、誰もが納得する道を示してみせた。思えばあれがお前の血の証明であったのだ。いや、違うな。血統の問題ではないのだ。王とは決して理想を諦めず人々を導く者。そして皆の願いを受け止め、信念の天秤を傾かせない道を切り開く者のこと。セレノア。いや、兄上、俺はあなたのような者こそ真の王なのだと思う。ロラン。あなたが望むなら王位は譲ります。俺は兄上の手足となってノゼリアに尽くそう。身に余るお言葉です。しかしお断りします。ロラン様、今おっしゃった言葉こそ王の証です。あなたは心から民を思い、そして自らを顧みることができる方だ。ノゼリアはあなたのような王を必要としています。私はシモンの息子、セレノア・ウォルホート。陛下を支えるウォルホート家の当主、そしてあなたの友です。私はただ敬愛するあなたに嘘をつき続けたくなかっただけなのです。ロラン様、皆様の準備が整いました。わかった、任命式を始めよう。皆、多忙なところよく集まってくれた。未曾有の大戦は終結し、岩塩は全てのノゼリアの民の財産として等しく分けられることに決まった。スバローグ殿、ライラ殿、キコーラの協力あってこその成果だ。改めて感謝する。恐れ入ります、ロラン王。しかしまだ新たな時代の始まりに過ぎません。国という枠を超えた交流を進め、いずれは一つのノゼリアに統一を果たしたい。もちろんエスフロストとハイサンドを飲み込むのではない。民のための対等な合併だ。その前段階として自治領を作るのですね。そうだ。まずは岩塩を中心に自治領間で自由な通商と交流を許可する。塩を共有するノゼリアの民という意識を育みながら、少しずつ枠を取り払っていくつもりだ。新たなエスフロスト自治領の総督はスバローグ殿にお願いしたい。承知いたしました。
息子ドラガンに代わってこの退任を果たします。ライラ殿にはハイサンド自治領の総督を。謹んでお受けします。そしてウォルフォートローゼル自治領の総督は我が無二の友セレノア・ウォルフォート貴公に任せる。はっ、かしこまりました。さて任命式はこれで終わりだが、セレノアには別名がある。はい、何なりと。では遠慮なく命じよう。近日中に長々と延期されていたフレデリカとの結婚式を行うべし。え？しかしロラン様、まだ問題が山積みな今、私たちだけがそのような。これはグリンブルク王からの特命である。断ることはならんぞ、ウォルフォート公。ロラン。これはいい、新しいノゼリアの出発にふさわしい式典ではないか。決断なされよ、婿殿。急にこんなことになってしまったが、良いだろうか、ブレデリカ。はい、喜んで。盛況だな、二人の門出にふさわしい。はい、グリンブルク、エスフロスト、ハイサンド、そしてローゼル族、皆が祝福している。お二人の挙式はノゼリアの未来を示す象徴になるでしょう。まさにノゼリアの夜明けです。この場に立ち会えたことに感謝します。若がついにこの日を迎えた。小さく可愛かった若が本当に大きくなられた。それを言うならフレデリカもですよ。孤独だった彼女が花嫁衣装を着られる日が来た。こんなに嬉しいことはありません。皆様、お二人の準備が整いました。これを